とんど取材に行くことができないので、それが少し不便ですけれども、自分の内面に深く入り込むような形で家にこもって小説を書くような日々が続いています。遠く離れて暮らさざるを得ない人たちのことを思うことが多くなりました。例えば私であれば、なかなか両親に会えなかったりですとか、韓国の親族にもだいぶ会えていないので、そのことはすごく辛いというか、悲しいなと思うことは多いですね。在日コリアンとして日本で生きるということは、やっぱりマイノリティとして生きるということなので、やはりマイノリティ、その他のマイノリティ、例えば性的マイノリティもそうですし、身体障害者の方もそうですし、他の外国人の方、いろんなマイノリティの人々についてすごく共感したり考えるっていうことが他の人よりは多い人生ではないかと思います。理不尽だったり生きづらいっていうところを、小説に書いてきているので、やはり私が、ディアスポラであるということは、自分の作家生活、それからテーマとして扱うということにすごく影響を及ぼしています。その父のをも父にいろいろ話を聞きまして、父の人生をモデルにして書いた小説が、海を抱いて月に眠るという、これは日本の文庫になっているものなんですけれども、その作品が韓国でつい最近翻訳が出ました。やはり何か歴史に名を残したというような人間ではないですけれども、必死に生きてきた、国境を越えて故郷にいられなくなって、国境を越えて生きている、一人の男性の話、そして家族の話なんですね。今日の夜出る密航船に乗るため急がなければならない。私たちは無言で歩を進めた。私は恐怖と不安で今にも泣き出してしまいそうだった。生きがっていてもまだ16歳なのだ。私は韓国語をほとんど話せないことがすごく自分にとってマイナスだなと思うことが多いです。国籍、どの国籍であるかということよりも、やはり自分の親から受け継いだ自分という性を考えた時に、やはり言語が、自分の祖国の言語が話せるか話せないかということで、やはりアイデンティティももちろんそうですし、考え方というのも影響を受けるっていうことはありますね。日本の作家さんで岩城圭さんという人が書いた「さようならオレンジ」という作品があります。オーストラリアに移民をした人の話ですね。オーストラリアにのが舞台の小説です。で、もう一つ、今度は韓国の作家さんのチャン・ガンミョンさんの韓国が嫌いでという作品、これもやはり韓国からオーストラリアに移民した女性の話なんですね。オーストラリアに行ったのにまた狭いコミュニティで苦しむっていう、よくありがちな、本当に在日コリアンの社会でも同じような部分があって、そういうものが、読んでいて非常に面白かったです。私はですね、パクソルメさん、特に作品はもう死んでいる12人の女たちと、これですね、これ
本当にあの日本で翻訳してる本ですけど、これはあの大好きです。まあ、女性に対し女性だけでもないですけど、家庭の中で DV が増え、あのドメスティックバイオレンスが増えている問題ですとか、そういうあのコロナ禍で起きているいろんな社会の問題をのパクソルムさんとお話ししてみたいですし、この申し出ている12人の女たちとという作品について語りたいなと、いろいろ質問してみたい、お話ししてみたいと思います。現在連載、文芸誌で連載をしているのが、タイトルがスモモの花は散ってもという小説です。でこれはですね、朝鮮王朝最後の皇太子であるイウォンと結婚したあの日本の皇室の梨本宮雅子さん、イーバンジャさんですね、が主人公なんですけど、日本の、まあ、統治日本に統治されている時代に、あの日本に留学生として来ていた、あの、まあ、独立運動をしていた男性と、まあ、恋に落ちて、日本統治下の朝鮮に渡るあのマサという女性も主人公となっています。今後はですね、あのいくつか小説はの書く予定があるんですけれども、まあ、あのコーヒーについて、ちょっとコーヒーが、まあ、キーになるような、あの韓国の人々はコーヒーは大好きだと思うんですけれども、まあ、カフェとかコーヒーにまつわる小説短編集を書く予定です。もう一つはやはりちょっと歴史もの、これも歴史のもので、日韓の歴史に関わるものでもあり、まあ、日本の、あの問題でもあるんですけれども、あのパクヨルっていう映画を拝見したんですけれども、まあ、そこに出てきた文子が非常にあの生き生きとして素晴らしい人物、あの描き方をされていたんですけれども、またちょっと そのような描き方とは違う観点にはなると思うんですけれども、あの予定と計画としては金子文子のことを小説にするのすることを計画しています。はい、以上です。